ソドム百八日あるいは、陰島学校は1785年にマルキド・サドが、バスティーエロー国で表した未完の小説である。サドの最初の本格的な作品だった。悪事と宝刀によって莫大な財産を有する四人の男が、フランス中から拉致してきた、美少女、美少年たちと深い森の上官で百八日に及ぶ、性的、拷問的共演を繰り広げる物語が、正当作。 暴力、善悪、反道徳、無心論といったテーマと共に描かれている。小説として完成しているのは、序章と第一部のみであり、第二部から第四部は、草案の域に留まっているが、これは、時間的、状況的制約のみならず、作者が想像力を超えたものを表現することができなかった、可能性も指摘されている。バスティー・ロー・ウクの 巻紙1785年10月22日に佐渡はバスチー牢獄中で本書の清書を始める。作品の応酬を避けるため幅12センチの小紙片をのり付けして作った長さ12.1メートルの薄い巻紙の両面に小さくぎっしり詰まった文字で清書する作業は午後7時から10時の間に行われ11月28日に完成した。だが、 フランス革命勃発の直前、1789年7月2日、佐渡はブリキ缶を使って、即席で作ったメガホンで壁の下に集まった群衆を先導しようとし、その結果、7月4日の午前1時、自身の言葉によると、うじ虫のように裸のままで、シャラントン精神病院へと連れ去られた。このため、彼はこの原稿を含む全ての私物をバスティーユに置き去りにせざるを得なかった。 7月14日、牢獄は陥落し、略奪、破壊の後、佐渡の原稿も紛失してしまった。このような作品の喪失は佐渡に、その言葉によると血の涙を流させた。だが、佐渡の死後、アルヌード3イコールマキシ市民が、バスチーユ牢獄の佐渡の一室で、ソドムの巻紙を発見し、後にビルトラン家が3代にわたって所有することとなった。原稿は世紀末に、 ベルリンの精神科医、リバン・ブロッホへ売却され、ブロッホは1904年に、オイゲン・デューレンの偽名で、最初の番を交換したが、これは、多数の転写ミスを含む粗悪な品質だった。ブロッホの死後、1929年にモーリズ・エーヌが、シャルルド・ノワユ・シシャクの委託を受け原稿を入手、1931年から1935年に、かけて、検閲を避けるため、 愛書家の購読者限定で出版し、その品質からこれが新生の原点版と考えられている。後1985年に、総工は、死者区の子孫によって売却され、ジュネーブの寄稿書収集家であるジェラルド・ノルトマンの手に渡った。総工は2004年になって初めて、ジュネーブ近郊のマーチン・ボードマー基金にて公開された。その後、フランスの投資会社、 アリストフィルの所有となったが、2015年にアリストフィルが倒産。同社の所蔵していた歴史的文献のコレクションと共に競売に出されたが、2017年12月に、フランス文化省は競売の取り下げを命じ、総工は国宝に指定された。2021年7月9日、フランス文化省は総工が455万ユーロで、フランス政府に買い上げられたことを発表した。 今後は、フランス国立図書館を構成する、アルセナル図書館の所蔵となる。ルイ14世1世の終わり頃、殺人と汚職により莫大な財産を有する、45歳から60歳の4人の悪徳の限りを尽くした報道者たち、ブランジ公爵、公爵の兄弟である司教、キュルバルの法院長、財務官デュルセが真冬に、シュバルツバルトの古城シリング城に集まり、 彼ら4人の絶対権力の下に置かれた42人の犠牲者、4人のやり手バー、8人の絶倫男と共に閉じこもる。犠牲者は4人の妻と両親の下から誘拐された若い少年少女たちである。4人のやり手バーイコール、語り目たちが、1ヶ月交代で1人150話ずつ、計600の盗作した物語を語り、主人たちはしばしばその場でそれを実行に移す。 作品は日誌の形で構成され、4ヶ月と単純、複合、犯罪、殺人の4種の情熱に対応した4部からなる。犠牲者は、ありとあらゆる性的虐待と恐ろしい拷問の末に、大半が殺される。この作品を最初に出版した、ブロッホ博士は、ありとあらゆる性的フェティシズムの徹底的なカテゴリ化には、医学者や法学者や、 人類学者たちにとって科学的な重要さがあると評している。ブロッホはソドム百発家をリヒャルト・ホンクラフト・エビングの性的精神病理と同等に考えていた。フェミニズムの著述家、シモーヌ・ド・ボーヴォワールは1955年にフランス当局が佐渡の主要4作品の破壊を企てた時に我々は佐渡を文書にすべきなのかというエッセイを書いて ソドム百八化を弁護した。アンジェラ・カーターは、著書、ザ・サデーアン・ウーマンにおいて、ソドム百八化の二人の登場人物について、詳細に論じ、サドは、道徳的なポルノグラファーであると解説している。カミール・パーリアは、サドの作品を取り分け、ジャン・ジャック・ルソーへの風刺的回答であり、より一般的には、啓蒙思想時代の、人間の生まれながらの前性という概念への風刺的、 回答であるとみなしている。この本に登場する性暴力の多くは、ジルドレ・ヤバートリ・エルジェーベとの悪名高い歴史的な事例から引き出されたものである。ありがとうございます。